にはせよ、すずめの戸締まりですずめ役を務めさせていただきました原菜乃花です。韓国公開を記念にすずめの戸締まりの特典グッズを見て、私原菜乃花が最も欲しいと思うグッズを選んでいこうと思います。もう早速特典グッズを今この6種類を見てどれが一番のお気に入りか決めたいと思います。この2つからじゃあ選びたいと思います。これはすずめと椅子っていう絵本で、すずめとすずめのお母さんのお話が描かれてる絵本で、すごくあったかい気持ちになって好きなお話なので、私はどちらかというとこっち推しでいきたいです。次、このポスターとこのシール、でもさっき絵本を選んだのでこっちかな。ソータさんとすずめが2人でちゃんと並んでるポスターなので、あと大臣もしっかり写っててお気に入りのポスターなので、後ろの常世の風景とかもすごく綺麗で素敵だなと思うのでポスターで。最後私はこれがすごく欲しくてお気に入りで、最初見た時からこのしおり、私持ってないのでぜひ欲しいです。なのでこっちかなと思います。3つ1つに絞らなきゃいけないんですよね。ちょっとお気に入りが多すぎて難しいので、監督監督ちょっと呼ばれてきました、はい、監督、はい、私は個人的にはこのすずめと椅子の絵本と3人で写ってるポスター、うん、はい、とフィルムマークしおりがお気に入りなんですけど、はい、監督はどれがこの中で一番欲しいとかありますか？そうですね、一番やっぱり作るのが大変だったのはこれ、はい、あ、そうですよね。その映画を作ってる最中に、はい、でもまあ絵本も作ろうということになって、うん、で映画を見た人がこの絵本を読むとよりこう、まあ、グッとくるというようなものを書いたつもりなんですよね、うん、でも映画を見ていなくても楽しめるっていう意味では、うん、きっと楽しい絵本になってると思うんですけど、はい、これが気になるのと、はい、ポスターはまあね、いろんな場所に貼ってあるんで、うん、見てると分かるんで、ね、そうか、そうですね、確かにそうなんですよ、はい、でもこの CGV のフィルムマークっていうのは、ね、うんうん、多分韓国オリジナルで日本では見たことないんで、そういうことですよね、うん、私も見たことないです。そうなんですよ、だからこれも気になるんですよ、ね、うん、これかこれ選べないな、選べないですかじゃんけんで決めます。じゃんけんで決めますか。のちゃんはどっち派ですか？私もでもこれが一番見てほしいのでこれでこれにしましょうこれに、はい、こちらがおすすめです。こうして私たちが悩んで悩んで選んだすずめの戸締まり韓国特典グッズはすずめの絵本です。映画館ですずめの戸締まりをご覧になる韓国の観客のためにいろいろなプレゼントが用意されていて楽しみです。韓国の観客の皆様、すずめの戸締まりをよろしくお願いいたします。まだご覧になっていない皆さんは CGV の劇場でぜひご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。